どうもゲニーです、よろしくお願いします。ということで今回もバウンティラッシュやっていきましょう。ということで、はい、今回はですねこちら鬼ローですね。はい、ということでやっと100になりましたということで、まあ90までガチャで当たったんですけども、そっからまあ特訓してて、まあ昨日ね、まあ70、あと残りかけら70っていうところで我慢できずに、まああのかけらぶち込むっていうね、まあ神がかった反応をしたんじゃないかなっていうふうには個人的には思っております。はい、まあということで今回はですねこの理論を使ってね、まあやっていきたいんですけども、メダルの方はこちら、CP9 3種となっております。はい、割り振りは攻撃力がまあ大体 70% で、防御力がね、まあちょっと 50% ぐらいかな、はい、っていう形になっております。はい、まあ防御力の話はねちょっとまああれなんですけども、はい、50% もねえかな、 40% ぐらいかな、はい、で、こういった感じで、赤属性パーティーと赤染めという形で、まあアタッカー麦わらの一味超人系船長グランドラインという形でつけております。はい、んで、まあ、やっぱね、100になった瞬間、マジで、こいつ、バゲました。はい。っていうのをね、今回ね、皆さんに楽しんで見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。マジで強くなったので、本当に見てください。はい、それでは最後までぜひともご覧あれ。It's a showtime。はい、それではね、1戦目の方やっていきたいと思います。ということで、はい、ということで今シーズンも皆さんマッチした時はよろしくお願いしますでござそろ。はい、ということで頑張っていきましょう。はい、ということで、はい、まあローロールフィゴソップでした。はい、ごめんなさい、ローってうーん、今日も頭の中はお花畑。はい、ということで頑張っていきましょうマジで適当はい、おい、始まれマジで早始まれ、恥ずかしいやないか、ちょっとプレイにしたいんや。はい、ということで行きましょう。はい、まあとりあえずね上行ってね、まあまあとりあえずオデロジャでしょう、多分来るのが。はい、まあオデロジャとねかまってちゃんたちをまあね投げ払っていきたいと思います。はい、オッケーそこで無敵使ってくれたのはありがたい。そしてはい、桃源突破オッケー。ということでこの火力、はい、あごめんなさい、ちょっと待って、誰、ああゾロか。はい、あーこれはもう任せましょう。あーもうよろけ取れてるんで、あーオッケー、ここ、はい、ということでダブル回復不能ということでポーン、あ倒せんかったちょっと恥ずかしい、あーグループ取らないで、いやこれはちょっともうロー生贄ですね。はい、であーオッケーオッケー、それじゃスカイということで、はい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 、あー落ちていってしまった、これはもうしょうがない。あーびっくりした、びっくりした、オッケー、あ、全然オッケーちゃうやん、おい全然オッケーちゃう。はい、さあここ余計させてオッケー、ナイス、めちゃめちゃうまない、めちゃめちゃ。ルーム内で桃源突破食らったらもう終わりですからねはい、もうどうしようもできないところ。あーさあ、じゃあオッケー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 、とりあえず一旦落ち着こう、一旦、あーもう、あーオッケーオッケー、一旦そこと、オッケーオッケー、よし、ナイス回避、オッケーと刺してるんで、ここでルーム、オッケー、はい、あ、取られるんかい、よしよしよし、まあでもこれ持っていける、オッケー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 、いいよいいよいいよ、え、めちゃめちゃいいスタート、ちょっとびっくりしてるぐらい、ちょっとめちゃめちゃいいスタート、ちょっとびっくりします今までね、ちょっと100じゃなかったからね、結構ね、もう耐久できず、あの、死んでしまうことが多かったんですけど、これはマジでやばい。はい、で、あー、カムサリソロ、オッケー、よしよしよし、あー、こう、あー、ぶねー、ちょっと、はい、ここ、オッケー、全然おい、なんなん、オッケーって、俺のオッケーほど多分信じれるものは多分この世にありませんはい、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 おいしょー、えぐいね、やっぱり2発当たるのはえぐい、1回が2000だったとしても、合わせたら4000、はい、4000をこいつ4回殴れるから、その時点で16000、あ、ちょっと、もう怖い怖い、あ、ちょっと待って、刀剣どつか、あ、え、ごめんなさい、声大きくてごめんなさい、もうほんまにちょっと生き残りたくて必死です。 OK、 よいしょよいしょよいしょ、 OK、 ナイス、 OK、 いいねいいね、見てください、これが鬼郎なんですよ。 OK、 あ、1残るのが、あー、うわ、いやいやいや、回復不能をつける、いや、ちょっと待って、おー、間違えた、降りた、あ、もう全然、待って、違う、上守る、うわ、ブースト来て、この回復量、やはりおでんは味方に必要ですね。はい、
まあ、おいしょー、それ OK。 え、めちゃめちゃ今日キレキレじゃない？はい、キレキレキレだから、まあ、切ってしまうということで、はい、ということで皆さんありがとうございます。はい、それではですね、2戦目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、めちゃくちゃ気持ちよかったです。はい、まあ、あんなにハマることがあるのかっていうぐらいね、まあ、結構、まあ、味方さんもいい動きをしてくれて、ね、ヘイト買ってくれて、鬼ローが活躍できてめちゃめちゃ良かったと思います。ということで2戦目もよろしくお願いします。はい、ということで頑張っていきましょう。とりあえずね、おでんいないのは超ありがたい。うん、やっぱり怖いのはね、ロジャーよりやっぱりおでん、うん、そこがねやっぱり嫌なんでね。はい、まあそこをまあね頑張ってかいくぐってやっていこうじゃねえかとござそうろ、ということで、これどっち行こうか。とりあえず俺今 C か。とりあえずゲッタいねえなゲッタいねえ。はい、まあなんで、ここはまあなんかロジャーさんかなりグイグイ行ってくれそうなスタイルっぽいんで、まあ行ってくれたらめちゃめちゃありがたいんですよね、こういう風にできちゃうんで。はい、それはもうめちゃめちゃロジャーさんのおかげっすね。はい、ということでここ取れたと。あ、今なんかやったね。はい、 OK、 スコー。はい、まあやっぱね、こういう風にね、通常使って動きたくなるところを狙っていく、これもまたまあ鬼狼のこの一流プレイになってきますかね。はい、若干調子乗ってるからこういうことなるんいつもねいつもそう、生配信でもいつもそう、いけると思ったら絶対いける。はい、ということで、あ、刺さったわダメ元のやつ打ちました。はいはい、ということでギリギリ耐えたね。はい、まあなんで OKOK、 とりあえずあの肉もらおうか。ちょっと待って、ゲージ溜まってんか、ちょっと真ん中いてほしいな。うん、真ん中いてくれてる感じ。あれは下なのか上なのかどっちか分からへんな。上、いや上いないね。よしよし、まだ、じゃあまあまあこれね、もしかしたらワンチャン C 旗で耐えていってで、なんか終わってしまうパターンがちょっと見受けられる。あの下とか行ってね、超無双撃したいんですけど、はい、まあ、シャンクスはもうカウンターさえ出てしまえばっていうところなんで、はい、まあそこを刺す、そして肉取られるんで1回、よしよしよし、このフェイントよ、このフェイント、うん、このフェイントがいいと。はい、まあローがね、思った以上に通常1発目とかもね、2発目3発目4発目もね、射程がね短いんで、うん、まあシャンクスにああいうフェイントいいかな。うん、俺でもカウンターボタン押してまうもん多分はい、とりあえずちょっとだけ喧嘩売りに行きたい。はい、ということで、はい、ダブル回復不能、ダブル回復不能率高くないっすかということで、まあやっていくぼ。はい、ということで、もう、いや、もうちょい一回帰ろう、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 よいしょっと、うん、一回帰る、一回帰ると、あ、いやいやいや、ちょっとね、ちょっと攻めすぎましたね。はい、後ろからドンと、オッケーで回復できたと。で、さあどうなる、レイリー、オッケー、だからね、いや、もう鬼ルフィ、結局鬼ルフィが強い。うん、はい、まあということでね、今回ちょっとね3分全然頑張りきれなかったんですけども、まあ最後ねウソップでいきたいと思います。これ上大丈夫かな、上大丈夫そうっすね、あー大丈夫そうっすね、オッケー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 、じゃあまああとはここを倒したらもう多分勝ちっすね。はい、オッケーと、はい、あとはまあ4点、まああのうちの3つ守りきれたらオッケーだ、ポーンということで、これもう多分勝ちますよ。はいはい、おいいつももう勝ち確みたいな感じになってたら、だいたいこういうことしてますはい、ということでナイスです、サヨリです。はい、ということでですね、ラスト3戦目やっていきたいと思います。ということで、お相手さんもロジャーオデット、ああいう感じで、まあちょっとヒゲもちょっと怖い。はい、まあやっぱ能力者なんでね、そこがちょっと怖い部分でもあるんですけど、まあ頑張っていきましょうということで、はい、ということで、まずはこんな感じと、おでんスタート、これおでん、おでん早くやりたいっすね。はい、まあなんでとりあえず行きましょうか。どこ行く、どこ行く、どこ行く、みんなどこ行くんだろう。とりあえずもう一人鬼狼がいるから、いやー、オッケーオッケーオッケー、おほほほ、ラジオナイフ、開幕ラジオナイフ、いかついっすねかなりいかついっすね。はい、まあということで、これ二陣スタートって感じですかね。まあここちょっととりあえずたまる、あー、オッケー、あ、いや、これはちょっとタイミング的にちょっとどうだ、よし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 、はい、オッケー、見てください、おでんがもう旬どげど、はい、ここは鬼狼みたいで守っていく。さあ、もうここはちょっと任せてほしいところであるけれども、はい、よし、
はい、アイドオーケー。はい、ということでここは守っていきましょう。現地たまり見終わるまではとりあえずここステイしたい。ただあとね、気持ち的にはね、もうあそこめちゃくちゃ行きたいんですよ。でも素直になるか素直になるか素直になるかって言ったらやっぱり突っ込みたくなるさあ行きましょう、ラジオ内。はい、オーケー。さあマルコは一応回復不能にしてると結構ありかな。はい、まあなんでとりあえず OK と。さあでもちょっとあそこゲージ溜まってないからちょっと怖いんだけども、はい、まあなんよいしょよいしょよいしょ。いや、なかなかやりきれん、なかなかやりきれん。ちょっと待って、ここちょっとすぐやってあっち助けに行きたいね。 OKOKOK。 あーごめん、多分取られちゃうねあそこ。はい、まあなんでちょっと一回集中しましょうここ。はい、あいあい OK と。んで、ここおでん、おでんいるね。よし、オッケーと。で、あそこロジャーっすね。まあ、とりあえずこれ倒しに行きましょう。はい。んで、ここ左、カウンサリーないのかな？よいしょっと。オッケー、ナイス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 。はい、じゃあ行って、もうこれかなりのスコア稼ぎっすね。ここ倒しては旗取って、倒しては旗取って、最高のスコア稼ぎです。はい。で、あそこ鬼ローカー。ちょっとさすがにブースト中なんで、あ、でもキットいるか。オッケー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 。よしよしよしよ、それはありがたい。めっちゃありがたい。はい。まあ、なんで、オッケーオッケー。まあ、じゃあこれ攻めて、ここは取ろう。んで、ちょっとルームがもう少しでね、回復するんでね、ちょっと攻めるふりしたい。オッケーオッケーオッケー。たまたたまた。さあ、じゃあ、オッケー回避したということで、さあ、ここはもう餌食ですね。はい、はい、ワン、ツー、スリーと、オッケー。はい。さあさあ、まあ、これが鬼狼よ。もう鬼狼ですよ。赤狼じゃなくて鬼狼。あー、それは後ろからドーン。さあ、ここ任せようか。いや、ちょ、あっちやばいか。あ、ちょっと待って。とりあえずすぐ倒したい。あ、オッケーオッケーオッケー。ナイス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 。で、ここ黒ひげね。あ、ちょっと待って。よし。あー、間に合ったー。間に合った。危ない。よしよしよし。で、オッケーオッケー。もういいよ、多分。オッケー。で、あー、そこは後ろからドーンと。はい、オッケー。で、あ、ごめんなさい。はい、じゃあちょっと、いやー、そこ倒されるか。いや、でもまあ大丈夫でしょう。上もあるし、とりあえずここを倒しにとりあえずね、とりあえず、はい、スコア稼ぎスコア稼ぎです。はい、ということでですね、参戦終了でございます。敵も味方さんも本当にありがとうございました。ということで今回はですね、鬼狼による、プレイ動画になりました。いかがだったでしょうか。はい、もう100になってね、本当に変わった。うん、マジでやっぱりね、1回の1234ってルーム内でどつくだけで、倒せちゃったりもするんで、それがもうやっぱ気持ちいいっすわ。はい、まあ、なんでね、ぜひともね、皆さんも、鬼狼ね、100になった方は鬼狼無双頑張ってみてくださいということですね。今回はこれで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあねー。